えー、皆さんこんばんは今日はねあのー、うちの猫とか猫ちゃんとかはね関係ないですけどちょっとね気になることがあったんですよあのー、ちょっと名前出せないですけどあのー、自分らが応援してるね 方いてるんですけどあの、まあ、病気になった猫ちゃんのことをね一生懸命になってねあの頑張ってねあの猫のためにやってる方がいてるんですけどそれを自分たちは応援してるんですけどもまああのこの応援あの一生懸命やってる方に対して 人ほど、ね、あの名前はちょっと言えないですけどね、えー、片一歩は主婦で片一歩はボランティアでなんか保護猫活動みたいなしてた人なんですけどねまあそれは過去にはそういうなんかワンちゃんや猫ちゃんを助けたりとか。 してたと思うんですけどもその人が自分らが応援してる方の個人情報何やったかなブログかインスタグラム自分はツイッターとかあんなやってないんで分からないですけどに個人情報を載せたわけですよ。おかしいと思わないですか普通そういう風になんかあの何ていうの保護団体あのボランティアやってる方とかが。 個人情報を載せるってありえへんことでしょでそのも自分が思うには2人いててもう1人の,その人がなんかけしかけてるみたいな感じなんやけどねそやけどその人らが自分が応援してる自分たちが応援してる人のところにね邪魔しに入って何のメリットがあるんかと。 だ過去に何やったかそれは自分らは分か,らないですよ分かんないけども一生懸命ねあの頑張ってその病気の猫ちゃんたちをね助けてるわけじゃないですか。環境はちょっとあれですけどあの保険所も入ってねいろいろあったみたいですけどでも保険所の方もこのままやったら大丈夫ですねと。 太鼓板もらったとそれでまあいろいろ試行錯誤しながらあの、ね、改善しながらねやっているわけですよ一生懸命ねそれをその二人が嫉妬かなんかそれは分からないですよなんでそこまでしてその人をいじめるかと不思議で仕方ないんですよね またその人その2人に対してもなんか支援をしてるとかおかしいんちゃうかなと思ってそんな支援してる人もちょっと考えてほしいなと思ってでもまああのー、聞いた話によりますとその支援してる人らもやっぱりそれは間違ってんちゃうかという感じで離れていったみたいなんですけどねおかしいでしょボランティア ブランティア保護猫活動っていいうねね看板を下ろした方がいいんちゃいますか、ね、今やってるのかどうか知らんけど自分の知ってるねあの方とかは保護猫、まあ、地域猫とかいろいろあるけどあのみんなねあの自分らの時間を潰してねそういうかわいそうな猫ちゃんワンちゃんをね保護してね一生懸命頑張ってやってるんですよ。 せやけどそういう個人情報をね載せるとかねそんなん聞いたことないんですよあのラジオとか雑誌とかでね見ててもそうですけど知ってる中ではですよ自分が知ってる中でもそういう人はいてないんですよね個人情報を流したりとかおかしいじゃないですか本当にだからねもしねあの自分のこの動画 を見た見たらすぐにそういうことをやめていただきたいと思いますねそれだけですねあとねまあ個人的な話だけど自分がどの人ののライブとか行こうがほっといてくれへんかなと思って楽しいから言ってるだけで俺のことはあえてされてないとか 別に入されてななかった、えー、しな自分が好きで言ってるんやから別にね外部のもねとやかく言われ筋ないしね自分が好きで言ってるんやからほんまにもしねそんなん書き込みしててね友達おらへんかったら俺のチャンネル来たらええやん友達にな,なってあげるしねやっぱりねこの世界楽しく行った方がええんちゃうかなと思ってねそれだけですえ皆さんあの明日は 日曜日ですけどもまあ、梅雨入りしまして大変ですけども仕事の方頑張ってくださいねまたあの休みの方は雨とか降ってますけどね楽しく過ごしてくださいね以上ですお疲れさまでした。